はい、おはようございます。せんちゃんです。今実家に帰ってきてるんですけど、今日は美容デーということで、まつげパーマと顔の針に行ってきたいと思います。でまずまつげパーマに行くんですけど、いつもアイメイクしてかないので今日は眉毛だけしか描いてませんではまずまつげパーマから行ってきます。かわいいね。よしよし、ママ行ってくるね。バイバイ。すごい、めっちゃ寝ちゃったいい感じ、いい感じ。では帰ります。これ何？ソース。何？ばあちゃんとご飯一回家に帰ってきました。でまつげはいい感じにカールしてもらいました。こんな感じ。前にまつげをした時は私顔が薄いせいでかなり目だけ濃くなって浮いちゃったので、なので私はまつげくよりもまつげパーマ派ですね。くるんってしてますね。くるん。でこの後は一休みしてから今度は美容師、顔の針に行ってきます。今日は本当にやることいっぱいだでは支度します。お家に帰宅しました基本的に月に1回はこういう美容デーがあります。ちょこちょこ行くのがめんどくさいので、私はいつもいっぺんに1日で済ましちゃいます美しくなるためにこれからも頑張っていきますということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではせんちゃんでした。バイバイ。